エアリアル橋、エアリアル橋、エアリアル橋、エアリアルリフトブリッジは、アメリカ合衆国ミネソタ州北東部の港湾都市、ダルースにある、紹介橋。ダルース港の入り口にかかっている。橋の島町は120メートルである。ダルース港に出入港する船舶の多い繁忙期には、エアリアル橋の橋桁は1日に25から30回、上がる。上に上がるのに55秒かかる。また、 ダルースのシンボルでもあり、同志の観光名所の一つともなっている。1905年に完成した当時は運搬橋で、エアリアルブリッジもしくはエアリアルフェディーブリッジと呼ばれていた。アメリカ合衆国史上、運搬橋は2本存在していたが、エアリアル橋はそのうちの古い方である。もう1本は1933年のシカゴ、バンコク博覧会のスカイライド。 1930年に小海峡に改造され、現在も使用されている。同橋梁は1973年5月22日に国家歴史登録財に指定された。エアリアル橋はセントルイス川の河口に形成されたサス、ミネソタポイント、別名パークポイントに建設された短い運河にかかっている。スペリオルコとセントルイス川とをつなぐ。 この運河は1870年から翌1871年にかけて建設された。セントルイス川の自然の河口は運河の南東約1 1トルにあり、ミネソタ州とウィスコンシン州の宗教となっていた。この運河の改作により、サスは陸から事実上孤立した島となったため、陸地からの交通手段を建設する必要があった。いくつかの方法が行されたが、 ダルース地域独特の気候のためにいずれも成功しなかった。フェリーは夏場には運行することができたが、冬になると凍結のため使用できなかった。歩行者用の吊り橋はスペリオル湖からの強風のためによく揺れ、安全性に乏しかった。こうした状況を打開するため、1892年に公募でミネソタポイントへの交通手段を決めることにした。優勝したのは ジョン・アレキサンダー・ロ・ワデルが設計した紹介橋であった。ワデルはニューヨーク州のレンセラー工科大学を卒業した土木工学技術者で特に橋の設計を専門としていた。また、ワデルは1882年から1886年まで日本の東京帝国大学で教鞭をとっていた。ワデルの設計したこの紹介橋は 運河の両岸に40メートル隔てて高い鉄塔を建て、2本の鉄塔の間に橋桁を通し、船舶が運河を通る時に橋桁を上げるというものであった。しかし、建設間際に戦争省、現在の国防総省がこの設計に反対し、ワデルの紹介橋の建設は見送られた。ワデルの設計した橋は、後にオリジナルよりも若干スケールアップしたものが、シカゴに建設された。 大体案がすぐに検討され、フェリーやゴンドラで対岸に人を運ぶ、運搬橋という形式が採用されることになった。当時この形式で既でに架けられていた橋の例としては、スペインのビスカヤ橋、1893年完成や、フランスルーアンの運搬橋、1898年完成があった。ダルースのエアリアル橋は、後者、ルーアンの運搬橋にヒントを得ていたが、 実際に完成したものは、ルーアンのものとは、かなり違っていた。この運搬橋は、土木工学技術者のトーマス・マギル・ブレーンが設計した。1905年に完成した当時、エアリアル橋のゴンドラは54トンの積載能力があり、馬車、路面電車、または自動車と共に350人を運ぶことができた。運河を渡るのにかかる時間は、約1分で、 繁忙時間帯には5分おきにゴンドラが運行されていた。しかし、ミネソタポイントの人口の増加、自動車需要の増加、観光業の発展などにより、交通量が増加し、エアリアル橋の輸送能力が追いつかなくなった。結局、元の運搬橋のデザインを残したまま、紹介橋に改造されることになった。皮肉なことに、 この改造を受け負ったのはかつてはデルが創設した会社を受け継いだ会社であった。設計はロードアイランド州出身の構造工学技術者 CAP ターナーが言った。水面からの高さが高い船でも橋の下を通れるように橋の上部はそれまでの橋よりも高く上げられた。また橋桁を支える両岸の鉄塔も橋桁を上げた時の重さに耐えられるように修正された。 この新しく設計された橋は1892年にワデルが設計したものと似たものであった。この新しい近代的な橋は1930年3月19日に供用を開始した。橋の下を通る運河にもまたエピソードがある。運河の建設は1870年に始まったが、ダルースの対岸、ウィスコンシン州側のスペリオルにとってはこの運河の 建設は一大事であった。スペリオール市当局は連邦裁判所に運河建設の中止を訴えるほどであった。1871年のある週末、運河建設に対して法廷による禁止命令が出て、これに対抗してダルウス市当局によって有志50人が運建設予定地に派遣された。派遣された有志隊員たちは週明けの月曜日に 幅9メートルの運河を改作することに成功し、禁止命令が有名無実のものとなった。運河が建設される前にその土地を所有していたのは、ウィルヘルム・ボーイングであった。運河を歓迎しなかったボーイングは、運河を経由して、ダルース港に入ろうとする船舶を止めようとした。やがてボーイングは諦め、遠く、ワシントン州シアトルに移住した。ウィルヘルムの息子、ウィリアム・ボーイングは、 シアトルの地で後に世界有数の航空機メーカーとなるボーイングを創立した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。